野田城の戦いは、元気4年1月から2月にかけて、三河国野田城をめぐり、武田信玄率いる武田軍と徳川家の間で行われた戦い。成城作戦の最終盤の戦いであり、三方ヶ原の戦いの関連で紹介されることもある。武田信玄最後の戦いでもある。元気3年9月、武田信玄は正常作戦を発動し、徳川家康の所領であった。 東東海及び三河に三万の軍勢を率いて攻め込む。12月に、武田軍は、東東海国三方ヶ原で、徳川家康率いる徳川、小田連合軍を相手に勝利したが、東東海国浜名湖北岸の形部村に滞在し、越年する。半月後の元気4年1月10日に道地を立ち、宿泊を重ねて、売り峠から三河へ侵入。豊川をとか、 徳川方の三河における属上の一つである、野田城を包囲した。一方の徳川家は、三方ヶ原の戦いによる敗戦によって、戦線を維持できるような状態ではなく、小詰めのしにくい状態にあった。また、野田城は、元気二年の武田方の侵攻の際に落とされた城の一つで、その時の教訓をもとに防衛機能を高めて、改築された城であった。野田城は、 三河物語において、矢部のうちに、おぎありと言われるほどの小さな城であり、兵力も上昇、菅沼忠だとその援軍合わせて500名程度であった。しかし、貸し団丘の地形を利用した築城によって、攻め口が限られてくるため、武田の大軍を相手にするには有利な構造となっていた。それでも、兵力万を有する武田方の有利は変わらなかったが、武田軍は、 力攻めは行わず、わざわざ海の金山掘りを呼び寄せて、地下道を掘り、水の手を断ち切ることで落城に追い込む作戦を取った。結果として、野田城は1ヶ月持ちこたえたが、2月16日に、城兵の除名を条件に海上降伏し、帝栄は捕虜として武田軍に連行された。なお、帝栄の子孫が記した菅沼家府によれば、途中家康が小詰めに現れたが、 豊川の対岸山頂で引き返してしまったという。野田城が落ちたことで、徳川家の三河防衛網が崩壊し、徳川家の重要拠点であった吉田城や岡崎城が危機に陥った。しかし、武田軍は、信玄の病状が悪化したため進行を止めて、海へと引き返し、その道中で信玄は亡くなった。3月10日に、城主、定栄が、 徳川家と武田家の人質交換で解放された。信玄の死が広まった直後に家康は、長篠城を奪還するが、野田城も、よく天正2年に帝栄によって奪還され、帝栄が再度上司として入城している。野田の戦で、虫の音に耳を傾け、狙撃されたとする孤児を描いたもの。月岡義都室の田城の戦いはそれまでの、武田方の戦に比べて、 非常に遅かったことがよく挙げられる。要所であり、県城であった、二股城とは違い、野田城は、小木に過ぎず、兵力差も、圧倒的であった、武田軍があえて消極策を取ったことには、様々な説がある。不自然に長かった、直前の行部村で滞在も含めて、通説では、信玄の病状が悪化したためだとされる。正常作戦の途上である元気四年四月十二日に、 シナの稲郡駒場において死去したとされる信玄だが、その死因は病死であると考えられている。ところが、広大に生じた信玄死因の遺説として、野田城を包囲していた時に狙撃された傷を原因と、するものがある。より具体的には、松平木に信玄が美しい笛の音に誘われて、本陣を出た時に定位の家臣、鳥居三左衛門に狙撃されたという。豊川を挟んで、 野田城を見下す標高125メートルの小山で、武田軍の精鋭が軍議を開いたことからその山は、腕こき山の名が付けられたという。ただしこれには遺説があり、新城市の郷土市では、大昔、神様は、大海の土を救って、琵琶湖を作り、その土を、駿が貝のあたりに持って、富士山を作ったが、その時神様の腕についてた土ぼこりをこいて落とした。 ものが腕こき山であるとも紹介されている。ありがとうございます。